国葬にすることについていかがなものか、こういうですね指摘がある、またそういう声が起こっている、そのように私は認識しておりません。国民の声、認識とはかなりずれているんじゃないかなと、こんなふうに思っております。茂木幹事長は、国内外から幅広い哀悼の意が寄せられているなどとして、国葬は極めてふさわしい適切な在り方だと強調しました。 安倍元総理の国葬について野党の一部は弔意を強制することにつながるなどと反対していますまた茂木幹事長は自民党本部の敷地内に設けられた喧嘩台には11日からの5日間で1万8000人が訪れたと明らかにしました